の部分を何人か指摘してるんだけど、一番それは聞くのは、見てる時に稽古やらないとダメですよ。見てる時、見てる時に自分が体勢を作って、その前の人と間に相手の動く時に気をガッと反応させるとか、我慢する、自分だったら今出られるという、見てる時に死にたいでボケーと見てるのはもったいないんで、だから本当にね、生きた動物つけた状態で生きた見取り稽古をすると、自分の前に3人いたら3人線を出す稽古をして自分の順番が来るわけだから、だからそういう工夫をされないと、こう狭いところで大人数でやるときにはもったいないですね。一本の質をどうやって高めるかというありとあらゆる工夫をそれぞれでやっていただくと、その工夫が上がっていくと、うん、短い時間でも身のある稽古がよりできている。特に気の部分は相手とやるだけではどうしても覚えきれませんから、うん、遠くにいるときに自分も一緒に稽古をやってみてください。それが一番、覚えるきっかけになると思いますね。